I got the stuff. キリュウ君。 ああ、これでいいんだろ。 よし、さすがにこれくらいはやってくれなきゃな。 で、 そげた料理。 ここに戦友屋が居座っ。 ああ、それじゃ、行くぞ。 Nothing else I need. ああ。 お手並み拝見といこうか。 ま。 この部屋だし。 すみません。 辻さんいます？ 山野井さんの代理店参りました。 橘不動産のもんですよね。 橘不動産？あとこれ、つまらないものですけど。おい、勝手に何すんだ。<笑>ああ、汚ねえな。あなた、こんなにゴミだらけじゃ立ち抜くの立ち抜く？ なんだよ、そう。そうは言ってもね。この、ビルはもう、山の、それをあんたがいつまでも立ち退いてくれないって困った。民法395条。シブルコードアルコ395。はい。あんたも不動産屋なら勉強しな。たとえ抵当権が設定された不動産でも、短期賃貸借の場合、抵当権者に対抗することができる。<笑> 要するに俺は法律に守られてここにいるんだ。なんなら出るとか出るか。硬いこと言わないでくださいよ。立ち退いてくれるなら引っ越し費用はこっちで持ちます。ここの物件と同程度のとこをうちでご紹介しますよ。あのな、俺はここが気に入ってんだ。そうやって何でも金で解決しようってのは 確信しないね。立ち退き料目当ての占有屋がよく言うな。なんだよ占有屋って。てめえ言いがかりつける気か。ねえ辻さん、茶番はよしませんか。新しいオーナーさんとしてはさっさとこんなボロビル転売して一儲けしたいわけです。そんなもんそっちの都合だろ。 お前らしとっぱじゃ話になんねえ。そのオーナー連れてこいよ。あ？だったらそっちもさっさとバックにいるヤクザ出したらどうです？ヤクザ？何の話かわからねえな。だから。ヘアリーズ。そんな猿芝居はいらねえってんだよ。部屋に座るだけがもんちんけるが、でけえ口叩くな。 So yeah, as you realize, I have a new headphones or microphone, and it's pretty good. It's pretty good. I think for me so far, I think it's pretty good. I just hope everyone can hear me. Hopefully, hopefully. ま、最初はこんなところだ。随分荒っぽい子。仕事ってのは使い分けが大事なんだよ。大体、あの本物の交渉相手。<笑> 結局、向こうも金が目当てなんだよ。Yeah, let's get this deal done. ユキューズ。なんだこいつら。鈍いね、キリュウ君。本物の交渉。おたくらが立花不動産って来た。あんたは？おたくらの味方ですよ。杉田。うん。それ。
口が話しつけてあげるよ。そしたら彼すぐに立ち退いてくれるから。なるほど。その仲介料として、うちはあんたらにいくら払えばいいんです。Wait, what? 話が早いね。さすが。そうだな。700万って。7 million? あのビル転売したら奥は儲けが出るでしょう。ほんの少し部屋に居座っただけで700万。あんた、楽して儲けたのはお互い様だ。今時の不動産屋は濡れ手で泡だ。だからって、あんたらに払う金はないよ。ただ、それでもあんたらには専用屋に口聞いてもらう。へえ、どうやって？もちろん、力ずくでだよ。ね、キリオ君。おだ、あんた、はなっからこういう筋書きだったのか。まあね。でも、新入社員の初仕事にしちゃ相手の数が多すぎたか。いや、そうでもねえさ。Oh, we're gonna beat these guys up? Oh god, who's gonna... Ah. He took the glasses off. 余計な手間かけさせ。その手間300万あわあとI went too fast. There we go. Nope, that's not how we go. Nice. Empty tank. Oh, that must mean the heat stuff is not in there. Yeah. その面覚えたからよ。わお。お前らどこの組のもんだ。搭乗会太平一家だ。太平一家。あいつの組か。ああ。道島組若頭補佐。阿波の弘樹。うちを敵に回したこと。後悔しても遅いからな。首を洗って待ってやがれ。You forgot a guy. 河村町には星の数ほどヤクザの組があるのに、よりによって道島組の下っ端だったわけか。まずいとこにぶつかっちまったな。 Really now? もっとも俺らが殻の一つを追ってりゃいずれ勝ち合う相手だ。いい挨拶代わりになったんじゃないの？Who is that? Ah, it's the squatter dude. 戦友やろ、辻さんよ。あ、はい。まだそのビルに居座るつもりなら。さっきの話いやあんたの後ろ盾は見ての通りだよ辻さん。いえめそうもない。あっそう。それじゃ今夜中にあの部屋出てってね。明日の朝までいたら。おお、今夜中に立ち退かせていただきます。 Yeah, you better run awayI'm a crazy man. これがあんたの仕事のやり方ってわけか。俺のじゃない。全部立花社長から教わったやり方だよ。ああ。ま、最初の仕事にしては上出来か。どう？極道やるよりよっぽど楽しかったろう。
俺が極道になったのは仕事を楽しむためじゃねえさ。うん、お前もしかしてそんな先のこと考えてねえ。そっか。それよりこの後はどうする？ああ、問題の戦友屋は追い出した。お前は山の井のじいさんに報告頼む。それが済んだら天下一通りのセレナって店に来てくれ。ここのすぐ近くだ。セレナ？何の店だ？ただの小さな。安心しな、今度は仕事じゃない。ささやかなが案外気前。まあね、あのじいさん。まあ、サボーか。それじゃ、また。So I guess I can't go anywhere else. Oh wow. Must be super important. Huh? You better not, because man, I'm on the edge. それにしても頑固ですね。自分の物件なんてもうほとんど残ってない状態なのに。まったくだ。しかし今回は体にみっちり教え込んでやったからな。山の井さえいなくなればあのエリア一帯は娯楽王と。まあそうなるな。今日はもう人を殴る気分じゃない。それに俺って器が広いからよ。見逃してやるよ。怖い顔した兄ちゃんだな。じゃあな、もう二度と俺の前に立つんじゃねえぞ。はい。 Name's Toad。We need to go. We need to go. The old man might be hurt. Yamanuchi. Oi, shikkari shi. Kiyo-san. Onegai shite ita. Ah. Son. Ie, daijoubu desu. Wakatta.Oh no, the old man! No. Oh, that was pretty fast. すみませんね。ありがとうございました。いや、それは別に構わん。それより大丈夫なのか。
ええ、おかげさまで。たい。おやすみ。実は、うちを潰そうとしている連中がいましてね。あんたを潰そうとしている連中。え、桐生さん。さっき、向かう途中で。そうですか。一体何なんだ、あの娯楽王っての。娯楽王、パチンコ経営をはじめとした娯楽産業で成り上がった億万長者です。ファイブビリオネアの一人と言われています。ファイブビリオネア。今カムロ町で最も多くの金を動かしていると言われる五人の億万長者の総称です。娯楽王の他にも風俗王、電脳王、賭博王、芸能王と呼ばれる億万長者たちがカムロ町の物件に次々と手をつけ始めているんです。その圧倒的な資金力と金をばらまいて従えた悪い連中たちを使った圧力と暴力でね。そんな奴らがいたのか、知らなかった。彼ら5人はカムロ町を5つのエリアに分け、それぞれを自分のものにしようとしています。Hey, bud. うちに目をつけている娯楽王は、その中の一つであるこの天下一通りエリアを手に入れようとしているというわけです。私も多少ですが、この辺りの有力な物件を所有していますから、娯楽王はそれを狙って私を。なるほどな。Whoa, Tank, you're gonna look at your buds. Quit. 奴らの狙いはあんた自身ではなく。あんたの所有する物件ということだ。Okay. しかし、down. なぜ連中はそんなに物件を欲しがる。Go on somewhere. つまるところ、金儲けです。Ow. マネーゲームを楽しむためです。Go on somewhere. 現在の異常なまでの景気で、物件や土地は転がせば転がすだけ金が儲かる。まさに、うちでの小槌です。東洋一の管理会社カムロ町の物件は特にね。彼らはゲームで大いに力を発揮してくれる、そんな優秀物件を駒扱いか。もちろんだが、彼らは自分たちの儲けばかりを考えて、そこで生きる人々やカムロ町という町のことを一切考えていない。彼らのマネーゲームに巻き込まれて悲惨な目に遭っている人たちがすでに多い。この異常な景気で日本は豊かになったように見える。だがいつかはこの景気の波にも終わりが来ると。その時カムロ町はこのままマネーゲームで引っかき回され続ければ雑草一本生えない荒れ地になった。私も長くこの町と共に生きてきた男、カムロ町が大好きだ。だからこの町をそんなことにはさせたくない。そのために抗ってきたんですが、さすがにこの老体には荷が重すぎたようだ。もう限界ですかな。そう言わずにもう少し頑張れないのか。そんな奴らの金遊びのためにカムロ町を荒らされるなんてたまったもんじゃないさ。もちろん私もカムロ町をあいつらから奪い返して昔の健全な状態に戻したいという思いはある。だがファイブビリオネアには膨大な金があるし、暴力に訴えかけることもできる。この老体にはそれがない。くそ、なんとかならんもんなのか。一つだけ方法。なんだ、キリュウさん。はあ？あなたには奴らに対抗できる腕力も、悪い奴らを許さない正義感も、揉め事を解決する力もある。専用屋の件も私が手に負えなかったところをあなたはすぐに解決してくれた。そんなあなたがこの事務所を継いでくれれば、もしかしたら彼らに一矢報いることができるかもしれない。何言ってんだ、
買いかぶりすぎだ。俺には経営能力もなければ経験もない。誰でも最初はそうです。難しく考えないでいい。私もあなたにお願いする以上、できる限りの協力はさせてもらうつもりです。ご安心。それにこの任務は不動産のイロハを学ぶ上でもきっといい経験になると思いますよ。別に失敗しても構いません。どうせ遅かれ早かれ、このまま行けばこの事務所は潰れてしまう運命だ。しかし別に俺じゃなくても他に適任そうな奴がいるんじゃないか。なかなか桐生さんほどの男はいないと思うがね。それに私はあなたを信頼しているんですよ。あなたが思っている以上にね。なぜだ桐生さん。あなた風間慎太郎という男を知っているね。 Yes, I am. あなたは風間さんが経営する施設の出だそうですね。つまり彼はあなたにとって育ての親だ。そして堂島組の若衆として杯を受けた今もその恩を忘れず、風間慎太郎を親として慕い続けている。あんた一体どうしてそれを。誰か信頼できる人間はいないかと探す私にあなたを推薦してくれたんですよ、立花さんが。立花か。ええ、くれぐれも内密にと念を押された上であなたのことをいろいろと話してくれました。ということはつまりさっきの話は全部立花も承知の上ってことか。ええ、立花さんもあなたがこの仕事を継ぐにふさわしい人物だと思っているんでしょう。あんた風間のおやっさんのことを知っているような口ぶりだが、どういう関係なんだ。昔ちょっとね、詳しくそんな風間さんを慕う昔の彼にそっくりのギラギラとしたしかし綺麗な目をしている男になら私の全てを託してみてもいいかなと思いましてね。お願いできませんか桐生さん。今のカムロ町にはあなたのような男が必要なんです。わかった。そこまで言うなら勉強のつもりでやらせてもらおう。失敗しても恨みっこなしだぜ。もちろん、一つよろしくお願いしますよ。うん。A secretary. No. Go for a stroll. All right. Hey, Ashiksen, da yo. Nanda.Freaking kidding me? Oh
Alright. No more screwing around. Okay, obviously. I said take a little stroll. Oh my god, we won! Better not mess with me, bro. I'm a beast. I totally forgot about that. So how long does this small stroll have to be? I might as well do some stuff. But what can I do? Breaking the world, breaking the world, go on, say, tenderness, breaking